なんだ。ここは。やっとお目覚めか。遅えよ。ナンバー、どこだ。いや、無駄だよ。一番落ち着け。てめえ、こら、俺たちをどうしようってんだ。だからまず落ち着けって。はあ、あんたまで何をのんきなこと言ってんだ。俺らはさ、お前の目が覚めんのを待ってたの。もう全員自己紹介も終わってるから。そういうこと。は？じゃ、始めるか。始めるって、ちょっと待てよ。あんた誰だよ。俺たちは自己紹介まだだろ。うるせえんだよ。カスが。ご存知で、あんた誰？ラオマだ。ラオマ。じゃあお前がマブチ。じゃあ改めて始めるぜ。いくつか質問に答えろ。野々宮を。ああ、乙姫ランドの店長、あの人をなんで殺した。なんでだ。俺は忙しいんでな。この場で質問できるのは俺だけだ。言うこと聞けないなら仲間を順番にぶっ殺す。か。よし、録画を始めろ。はい。何始めんだい。お前には選択できる権利はない。仲間見殺しにしたいのか。お前は青龍会の人間だな。は？ちげえよ。その割には立派なもん背負ってるじゃねえか。それで仇とは言わねえだろう。そこまでズズしかねえ。うちの倉庫でこいつを盗もうとしてたって。なんでだ。人民元なんざ日本で使えねえぞ。偽札だろそれ。ほう、なんでそう思う。見たんだよ、事務所になかったはずの金が急にピン札で現れたの。食材扱ってる倉庫に妙な白紙の束が大事に箱詰めされてんのもな。なるほど、偽札だと承知の上で人民元も盗むつもりだったわけだ。で、盗んでどうするつもりだった。あんたの白紙の尻尾を掴んだんだ。あれを使っていずれ店長を殺した落とし前をつけさせる、そのつもりだったさ。は、そうか。一番、お前らは俺のビジネスを嗅ぎ回るために倉庫へ入り込んできた。そして入ってからたまたま偽札に気づいたってことだな。クソが。答えろ。その話まだ誰にも知らせちゃいねえんだな。さあどうだかね。答えろ。仲間を見殺しにする気か。ちっ、まだ誰にも話しちゃいねえよ。そりゃよかった。じゃあ最後の質問だ。その調子で気持ちよく答えてくれよ。なんだ、さっさとしろ。お前は俺が野々宮を殺したと本気で思ってるのか。ああ、そうだ。いいね、その言葉バッチリだぜ。
バッチリ。なんだ。よそからしのぎに首突っ込んでくるとはな。そいつはご法度のはずだぜ。なあ、青龍会さん。だから、俺らは青龍会じゃ。やめとけ。まんまとやられたのかもな。え？やられたって？偉人さんはお互いの島に立ち入らねえのが鉄の掟だ。だが青龍会はそいつを破った。そいつはつまり、ハンピン・リューマン上の宣戦布告だ。は？カメラ止めろ。おい、何勝手なことばっか言ってんだ。俺は青龍会なんかじゃ。いい芝居いただいたぜ。仕上がりが楽しみだ。何？そうだな。じゃあいい芝居した褒美に一つ教えてやろう。はあ？野々宮をやったのは俺だ。やっぱりてめえか！今撮った映像、倉庫の防犯映像とつないでメンバーに送っとけ。青龍会が仕掛けてきた証拠だってな。はい。お前らには礼を言う。はあ？最初は心配してたんだ。俺が撒いた種に水をやってくれる奴がいるのか。だがお前らが現れた。そして今日、おかげで花が咲くまでにしてくれた。おい待て。何を企んでやがる。聞いてんのかこれ。無駄だぜ春日。はあ、マウチは青龍会相手に戦争を始めてんだ。青龍会相手にこの町の均衡をぶっ壊す気らしい。戦争？なんでそんなことを。さあな。ただ問題は、青龍会がリューマンに抗争を吹っかけた。その口実に俺らが使われちまうってことだ。俺らが？そんな、どうして。さっきのビデオを使う気みたいだな。でも俺らは関係ねえ。それにあんなビデオ、喧嘩の口実にならねえだろう。だが真淵は青龍会が仕掛けてきた証拠としてメンバーにビデオを送るように言ってたろ。それに撮影してる時に見せた真淵の笑顔と妙な言葉の端々、全部がいちいち気になる。何を企んでやがるのか。あの野郎。少なくとも真淵はこの町の均衡を本気でぶっ壊す気らしいな。ああ、その話後でよかねえか。見張りのいねうちになんとかここを脱出しねえと。はあ、確かにそうだ。難波に話しかける。まあ、難波から行こう。おい。難波、あんた怪我は？大丈夫。お前よりは軽く済んだ。それよりここ出る方法だよ。なんかねえか。なんかねえかっつってもなぁ。最高元気づける。さっちゃん、怖がんなくていいぜ。なんとかなるって。ん？本当に？今までなんとかならなかったことはねえんだから、だろ？まあね、足立に助けを求める。足立さん、あんたならうまい脱出方法あるんじゃねえのか。元刑事だもんね。ああ。まあなぁ。マジか。さすが元刑事。で、脱出方法は？まずこの鎖を外すしかねえな。じゃあ鎖を外す手は？あったらとっくにやってるよ。何それ。周りを注意深く見る。なあ、この場所って何なんだ？っていうかどこ？爆発した倉庫から車で連れてこられた。その時は目隠しされてたから場所はわからねえ。偉人町にいくつかある真淵のアジト、そのうちの一つってことだろうな。しくしょ、寒いな。風邪ひいちまうぜ。
大丈夫だ。バカは風邪ひかねえ。うるせえよ。あれ？俺の服は？ね、あそこに段ボールあるでしょ？ああ。あの中よ。私たちの持ち物全部放り込まれてたから。俺の上着の中にスマホも入ってんだ。じゃあ、一番のだけじゃなくて私たちのスマホとか財布とかも全部あそこ。じゃああれをなんとかこっちに持ってこれりゃ外から助けを呼べる。そりゃ俺らだってわかってるさ。でもな、まずこの鎖外さねえことには無理だ。俺らはもうみんな試したがビクともしねえ。おい。一番よ、お前んとこの鎖はどうだ？案外脆くなってたりして。力ずくで鎖を壊せ。壊せんの。よし、じゃあ一応やってみっか。一番頑張。ふん。く。ほら、どうした手加減すんなよ。遠慮なくやれ。逃げなきゃやられる。死ぬ気でやれ。うん。一番あんたならできる。待てよ。ちょっと待った。ビクともしねえよ。過剰な期待勘弁しろっつーの。やっぱ無理か。なあ、誰も来ねえな。このまま死ぬまで放置ってことねえよな。だとしたら、随分気の長い拷問ね。ちくしょう。いや、なんか足音がする。なんだ。見た顔だぜ。ええ、倉庫にいた連中よね。お前らのおかげで倉庫は大破、物も全部吹っ飛んだ。その責任を取ってもらう。トラック爆発させたのはあんたらだよな。俺らじゃねえよ。ラウマーからお前らを見せしめにしろと指示があった。見せしめ？ああ、お前らの死体を切り刻んで青龍会に送りつけてやる。ラウマーには時間かけてじっくり楽しんでやれって言われたよ。部下にやる気を起こさせんのがうまい人だ。そりゃいい上下関係だね。おめでとうさん。お前もそれなりに修羅場をくぐってきたんだろうが、悪運もここまでだ。いつまで強がれるのか楽しみだ。痛いか？怖いか？いい顔だ。ずっと見てたいぜ。やめなさいよ変態。お前は後回しだ。後でじっくり楽しませてもらうぜ。ふざけんな、このド変態。褒め言葉をありがとうよ。ってことで、まずは前菜で。ジジイからだ。いえ、実はラオマーからちょっと申しつかったことがありまして。え？申しつかったって？おい、ラオマーが何だって？なんで鎖外してんだ？私にできるのはここまで。あとは自分たちで何とかしてください。え？待て、誰だ。命の恩人現るってとこか。え、あ、残念ながら俺の悪運もまだ尽きちゃいねえな。誰なんだあいつは。知らねえよ。
ま、今度また会えたら飯でもおごっとくわ。な、ちょっと何のんきに話してんの。ごめん、わりわり今助けるからよ。よし行け一番。お願い頑張って。よしって、こんな野郎ざけんな。後悔しても遅い。手加減しねえぜ。はい、やっちまいましょう。俺の番だな。札束でウィンターしちゃおう。すげえな、サスタブインター。はい、オッケー。大勝利ってか。強くなった気がするぜ。よし、ちゃんとスマホもある。県外だけどな、助けは呼べないってことね。ああ、しょうがね。でもよ、さっきの黒マスクの男、俺らを助けてくれたやつ誰だったんだ。ああ一番覚えはねえのか。ああ、マジでねえよ。俺らを助けてくれたってことはリューマンじゃない。じゃあ清流会の人間か。いや違うだろうな。一人でこのアジトに乗り込むようなリスクの高い行動をするってのは考えづらい。見た目はイケメンだったわね。韓流スターみたいで。確かに、ああいうのが好み。そうか、それだ。何が？多分俺の読みじゃコミジュルの人間だ。断言はできねえがな。え？コミジュルだ。コミジュルがなんで俺らを。理由は知らん。ただあいつらは煙みてえな連中だ。マブチのアジトにもスルッと入り込んでふわっと俺らを助けたんだぞ。つまり消去法でコミジュルってことか。ああ、あくまで元刑事の勘だがな。まずはここを出よう。だね。うん、出ましょう。ジョブ悪魔。ジョブ姉子。ああ、これダウンロードコンテンツ買いました。新しいジョブ。それで追加されたんだね。まあ、まだちょっと変更できないけど、もっとランク上がらないと。開けとこう。開けてみるか。開いたぜ。スラッパー、まあ、こんなもんかね。すげえ落ちてるアイテム、ありがてえ。誰か来るけど。だな、分かってるって。何が楽しいのよ。あ、お前ら荒くれリューマン。どうやってここに。お、敵が現れたってが。エンカウントって言いたいのね。捕まえろ。どうすんだ一番。逃げるか。逃げる。へ、戦うしかねえだろ。これはサクッとやっちゃいましょう。はい、オッケー。ここは開いてない。なんか地下ダンジョンって感じだな。宝箱でも転がってるって言いたいな。見けたら教えてくれよ。俺が開けるから。真面目にやろうぜ。一体どういう場所なんだここは。さあな、とにかく地上に出ねえと。そうすればスマホもつながる。よし行こうぜ。なんでテンション高いの。おお、なんかくれよ。調子乗ってんじゃねえよ。はい、オッケー。よっしゃ。これちょっと間、正直敵と戦ってるだけだから大幅にカットするかも、この間は。しょうがねえもんな、これ見てても。ただ戦ってるだけだしな、ずっと同じようなところ。
まあカットでいいでしょう。これはただ長いだけだもんね。これお来たかな。まあ回復もできる。やっとスタミナのライト OK。 こんなもんか。まだ2階だからここ上がったとしても1階なんだよな。 B1 階。ああやっと出れた。それっぽいとこによかった。長ここボスか。こいつがボスなんだ。そんでショベルカー乗ってんのは巨大重機。生きてるみたくやってるじゃん。とりあえず殴れるところを殴るしかねえな。まずは振り回す気満々のアーム。うん、アームから壊すと。とりあえずやってみっか。俺の番だ。うん、アームね。じゃあサスタバイビン、あ、いや、ロール&アウトにやってみようか。なるほど。まあ、攻撃力下げとこう。効かないんだ。 CD リリース。なるほど。ああ効いてる効いてる。なんでこいつやりいいのか。ああもうならいけるわ。はい、オッケー。パワーショベルも筋もんなんだ。これでオッケーでしょう。もうクリアでしょう。このダンジョン。ちょっと待って。開けてみるか。やったぜ。木星ターナー、料理人用武器なんだ。開けてみるか。開いたぜ。ミークポーチ。こんなもんですね。出ましょう。ここから地上に戻りそうだが、戻る。もちろん戻るよ。もう十分。から出んだ。ん？どこだここ。まあ、ザリガニいたとこだよねこれ。船着き場か。ってことは今通ってきたのは隠し通路か？隠し通路って何の？ああ。港からやべえ物を運ぶためのだ。拳銃なんかの密輸はリューマンのお家芸だからな。なあ、足立さん、もう電話つながるよな。ん？ああ。青龍会の番号は？早いとこ会長に警告してやんねえと。マブチは俺らを出しにして戦争を仕掛けるつもりなんだろう。そうだった。もう遅いかな。ええ、本当です。マブチは肉の壁の掟を破る気なんです。で、偉人町に構想を。結構簡単に繋がるもんなんだな、青龍会の会長によ。ほんとね、それだけ信用されてるってことじゃない。一番って男は不思議なやつだよな。珍しく意見があったわね。拳銃ハンピンリューマンから。なんだって。そうですか。いや、はい、わかりました。ハンピンリューマンが銃撃青龍会を。ああ。青龍会の若い衆が二人、街で撃たれたらしい。
んだてめえら。あ、運ばれた先の病院で二人とも死んだ。現場は清流会の島の中だ。犯人たちはそのまま逃走中。となるとそれで終わりはしねえよな。ああ、今清流会の頭高部が兵隊積んでトラック走らせてる。会場の了解も取らねえで飛び出してったとさ。鉄工事仇は取ってやるからな。向かってる先は反転工事。え、ハンピンリューマンの島。高部は反転工事に向かったのか。あそこの奥には蝶っていう奴らのボスの店がある。このままじゃ全面戦争になるぞ。ずっと守られてきた偉人さんの均衡がこんなあっさり破られんのか。みんな真淵に踊らされてんだ。俺らのこと口実にしてよ、クソ。でも野々宮殺しの犯人はやはり真淵だったな。なあ、あのクソ野郎、ニヤついてゲロリやがった。でも動機はまだ謎だよね。どうした足立さん。いや、真淵の言葉が未だに気になっててな。いいよもう、あのクソ野郎の言葉なんて。やっぱり野々宮が殺されたのって私たちが原因なのかな。俺らは関係ないって、まあ、特にさっちゃんは絶対に関係ないはずだ。だって殺したのは真淵でしょ。そして真淵は私たちを狙って抗争の出しに使ったんだから。いや、さっちゃん、それは違う。狙ったんじゃない。そうか、読めたぜ。何が。野々宮殺しの原因や動機からスタートするとこの問題の回答は出ねえ。つまり真淵の狙いは清流会との戦争だ。そうみてえだな。真淵が戦争を始めたいならすぐに自分で仕掛けりゃいい。でもそうせずに俺らを口実にしたぞ。なぜだ。なんでだ。そんなことしてもし戦争が始まる前に首謀者が真淵だとバレたらどうなる。あ、他の組織が黙っちゃいない。そうだ、ここは横浜だ。知っての通り町を仕切る偉人さんはお互いの島を荒らさないってのが鉄則だろう。そいつを破った者には全勢力から真っ先に制裁が加えられる。真淵がハンピンリューマンの大幹部だろうがそこは変わらねえ。だから自分からじゃなくてそれ以外の口実が必要だった。でもなぜ私たちも。それにつながるのが真淵の言葉だ。思い出してみろ。最初は心配してたんだ。俺が撒いた種に水をやってくれる奴がいるのか。だがお前らが現れた。そして今日おかげで花が咲くまでにしてくれた。これは今回の一連の話を思い起こして出た言葉だろうな。つまり種まきは野々宮殺し、そして水をやるってのは俺たちが野々宮殺しを追って真淵に近づいた行動で。で、さっきのビデオの撮影で喧嘩の準備が完成したことで花が咲いたっていうのが。まさにそうだろうな。そして全体の文脈から察するに真淵が言う水やりの役目は俺たちである必然はなかったんだろう。何よそれ。さらに言えるのは殺された野々宮も
特に彼である必然もなかったってことだ。野々宮の店のケツ持ちは清流会だろ。真淵の計画をシンプルに言えば、清流会の息がかかった人間を殺し、それに反応した人間を使って構想の口実に使いたかったんだ。そのシナリオのそれぞれ役目は野々宮でも俺らでも誰でもよかった。そんなことのために手帳は。自らのリスクを避けて戦争を始めたきゃ回りくどい手が必要だったんだろう。昔聞いたことがある。戦争に勝つ秘訣って最初の一発を敵に撃たせることだってよ。じゃあ俺らも野々宮もあのクソ野郎の計画のために加勢しただけってのか。冗談じゃねえぞあの野郎。しかも最後は真淵の思うようになるなんて絶対に許され。落ち着け春日、今は冷静になれ。そうだ、なんだかんだ言って真淵は切れ者だぜ。ふざけんな。奴の思い通りになんかさせねえ。え？さっき戦争に勝つ秘訣は最初の一発を敵に撃たせることっつったよな。でも俺は兄貴に逆のことを教わったぜ。喧嘩は設定しちょう。最後は腹をくくった奴が勝つってよ。おい待てよ一番、おまけにサッチャまでどうしちゃったんだよ。構想を止めてやる。俺らから清流会の頭にきっちり説明して話をつけりゃいい。おい極道のドンパチにまで首突っ込むのかよ。ナンバーこのままほっといて俺らが構想の火種として濡れ衣かぶせられたままでいいのかよ。私はそんなの嫌だ。野々宮だって浮かばれないよ。わかった。安達さんは。まあ、小ずるい野郎にしてやられたままってのも尺だよな。よし、善は急げだ。行こうぜ、反転工事に。はい、そんな感じで。ここでやめていきましょう。はい。次回反転工事行っていきたいと思います。ちょっと待って。サブストーリーはないよな。ないね。結構やったもんな。とりあえず反転工事ですね。そんな感じでありがとうございました。